どうも元気です。今回はですね、いつもこのチャンネルを見てくださっている皆さんにですね、お知らせしたいことがあります。いつもはインドネシア語で話してるんですけど、僕のインドネシア語だけだとちょっと拙いところがありますので、今回は日本語で話させていただきたいと思います。僕の一番の親友で、このチャンネルにも何回も出演してくれていた、愛ちゃん、愛ちゃんがですね、2021年7月6日、コロナウイルスに感染により他界いたしました。おそらくね、ちょっとコメント欄とかで、もうねこのことを知ってる方がコメントしてて、それに対してね、どういうことどういうことっていうことになってたので、多分知ってる方おられると思うんですけども、これ本当に事実で、僕も正直もう全く受け入れられてないというか、今でも本当に信じれなくて、だからもう何でしょう、何のことか全く分かんないっていうのが、まあ正直なところです。本当にギリギリまでこの動画を撮るかどうかちょっとすごい迷ってて、僕はこの YouTube 自体は僕の仕事ではあるんですけど、まあその仕事のね、企画としてね、人の死を扱うのはどうなんだってね、多分そういう声もあると思うんですけど、まあ、それよりもやっぱコメント欄とかでも皆さん気になっている方たくさんいましたし、やっぱり、このチャンネルを応援してくれている皆さんにはやっぱりちゃんと説明しないといけないなと思い、動画を撮ってます。今この撮影してる日から1週間ちょっと前ぐらいにですね、愛ちゃんの方から直接連絡が来ましてですね、ちょっとコロナウイルスにかかっちゃったわと。でも実は愛ちゃんはワクチンをもう2回打った後だったんですね。なので愛ちゃん自身も、まあ、かかっちゃったけど咳も出てないし、ワクチンももう2回打ち終わったし、多分大丈夫、重症化はしないし大丈夫だよと、自宅治療だけで大丈夫だから心配しないでという報告をいただいて、で僕もまあ、びっくり、めちゃめちゃびっくりはしたんですけど、まあ、そうか、ワクチン2回打ってるし、ちょっとしたら回復するだろうと、そこまで心配してなかったんですよ、正直。で、まあ僕も、なんかね、僕から連絡をたくさんするのもね、もししんどい時だったら嫌かなと思って、僕は、もし体調とか状況が変わったら連絡ちょうだいというふうに言って、まあそれが実質最後のやり取りだったんですけど、それそこから数日後にですね、愛ちゃんの知り合いの方から、まあ、愛ちゃんから返信がないと、連絡返ってこないけどっていうので、で僕も慌てて愛ちゃんに連絡を取って、コンディションにはギマなと、で帰ってこないんですよ。でそれで愛ちゃんの家族の方に連絡をしたところ、病院の方で治療してる、酸素マスクとかをもうつけてる状態だと言って、で特に今インドネシアは医療崩壊してるんですよ。本当に間に合ってない状態で、この状況で病院での治療って大丈夫かなって、でそこでちょっとすごい心配して、大丈夫かなと思ってる矢先、もう本当にすぐその1日後ですかね、愛ちゃんが亡くなりましたと、連絡を受けました。これは事実なのでどうしようもできないんですけど、なんで愛ちゃんだったのかなっていう、こんなことで本当は思ったらダメだと思うんですけど、いやなんかもっと悪いことをしてる人いるやんとか、なんでこんな、ね、優しくてね、人を笑わせるのが好きで、そんな人がこんななくなるんやろうっていう、そのなんで愛ちゃんだったのかなっていうのが、そう今でもね信じれないというか。でね、やっぱこの動画を撮ってるもう一つの理由として、やっぱり愛ちゃんのことを皆さんにちょっと忘れないでいてほしいなっていうのがすごいあって、愛ちゃんってすごい僕のチャンネルに出ることをすごい喜んでくれるんですよ。愛ちゃんの方から「元気、いつまた撮影する？」って、もう早く撮影しようよとか、こういう企画したいから早くやろうっていうのね、愛ちゃんの方から言ってくれてて、あとなんかもう俺歩いてたら、あ、元気のチャンネルに出てる愛ちゃんですよねって声かけられたんだよって、もう有名人だわとかね、インスタグラムのフォロワー増えたわとか、すごいなんかこのチャンネルに出ることをねすごい喜んでくれてたんで、本当に人前に立ってね、人を喜ばせることが好きな、本当に大好きな人で、だからこそね、皆さんには本当に忘れないでいてほしいというか。で、あともう一つこの動画を撮ってる理由としては、やっぱりコロナウイルスの危険性をもう一度皆さんに知っていただきたいというか、見直してもらいたいというのがありまして、愛ちゃん本当に2回ワクチンを打ってですよ、2回ワクチン打ったのに感染し亡くなるにまで至ってしまうっていう、
本当に恐ろしいウイルス。多分ね、感染されてない人はね、多分人事だと思ってる人結構いると思うんですよ。インドネシアもね、感染者すごい増えてますけど、ただの風邪でしょうとか、ワクチン打ってるからもう大丈夫でしょうとか、で、なんかちょっと気が抜けちゃったりする人絶対たくさんいると思うんで、それはもう一度見つめ直して、最善のね、予防対策をしていただきたいと思います。本当やりすぎぐらいで本当にいいと思うんですよ。なのでそれは本当にこうなんか愛ちゃんに教えてもらってるような感じがして、だから絶対にそれはね皆さんに伝えないといけないなと。やっぱりもうこれ以上ね、友達とか知り合いとか、本当にもうこれをね、この動画を見てくださってる皆さん全員、本当に僕とね関わりを持ってくれてる人とか、もう全員ですよね、どんな人でも本当に一人でもね、もう失いたくないというか、なんでしょう。ですので、それは本当に気をつけていただきたいと思います。愛ちゃんが亡くなったと連絡を受けた時に、ちょうど愛ちゃんと撮った動画の編集をしてまして、もう全然編集できる状態じゃなくてですね、僕も気持ち的にちょっとね、いつも通りすごいふざけて企画をなんか撮る気持ちになれなくて、なので今ちょっとね、動画の撮影の方が進んでなくてですね、でもまだストックの動画がありますので、それを上げていくんですけども、またねちょっと落ち着いたら、変わらずね動画を作っていこうと思ってます。やっぱりそれはやっぱりね、愛ちゃんも僕がねずっと動画作らずにいるとか元気じゃない姿をね見せ続けるのは、そう、多分愛ちゃんに怒られると思うんで、愛ちゃんのためにもというか、まあ逆に愛ちゃんをね多分見てくれてると思うんで、愛ちゃんを笑わせる、大爆笑させれるぐらいの動画を作れればなと思っております。正直愛ちゃんともう撮った動画でまだアップできてないのもあるんですよ、まだ編集待ちというか。なので、ね、その動画もね僕はこの後頑張って編集してですねアップしますので、それは楽しみに待っていただけたらなと思います。本当に愛ちゃんの存在っていうのは僕の中ですごい大きくて、僕インドネシアに6年住んでるんですけど、本当に来た当初、僕の会社のスタッフの人以外でですね、一番最初に友達になったのは多分愛ちゃんだと思うんですよ。で、その愛ちゃんのね、知り合いの人とかから僕も輪が広がり、でね、やっぱ愛ちゃんの周りってね、すごい人が集まってくるんですよ。で、愛ちゃん自身がすごい優しい人でもあるし、面白いし、で、集まってくる人たちもみんないい人ばっかりなんですよ。だから本当その人たちに僕は本当助けられて6年間、本当に楽しいインドネシア生活を送れてるので、本当にそこはもう感謝しかないというか、こんな人がね亡くなる意味が分かんないですよ、正直。僕はねこんなことを言っても何も変わんないんで、でもそこだけなんかね、なんでなのかなっていう、頑張ってる人とかいいことしてる人が報われる世の中であってほしいですけど、ちょっと今回はちょっとそれを悔やむしかできないというか、でやっぱりこの中で今一番辛いのが、やっぱコロナで亡くなった方って亡くなった後とかも病院にも行けないし、埋葬にも立ち会えないし、お墓参りにも行けないしって、だからもう実際にね見てないし信じれないんですよ。で今でもすごいね、愛ちゃんの写真とか見て、本当だったらもう号泣して何日も何日も泣いて、多分立ち直るのにすごい時間かかると思うんですけど、だから今もう僕はもう信じれてない状況なんで、もう泣くこともできないというか、またなんかすぐ連絡返ってくるんじゃないかとか、今 LINE のね既読になりませんけど、いつかもう急に既読になって、愛ちゃんだよどうしたのってね、なんかすぐ返事が来そうな、まあ事実は事実なのでそれを受け入れるしかないんですけど、まだまだね愛ちゃんと撮りたい動画いっぱいあったんですけどね、やっぱそれを皆さんに見せれないっていうのが僕も悔しいですし、まあ愛ちゃんと動画撮ることはできないんですけど、やっぱり皆さんに忘れてほしくないというのもありまして、今回ですねちょっと愛ちゃんと撮った動画の中でですね面白かったとことか愛ちゃんの良さが出てるところをですね僕ちょっと編集してですね、この後ちょっとダイジェストみたいな形で流したいと思います。多分ねこの見てくださってる中にもね愛ちゃんのこと知らない人もいると思うんで、これを機会に愛ちゃんのことを知っていただいて、これからもね忘れないでいてほしいと思います。それでは動画の方見てください、どうぞ。指の混ざり頬の香り夫婦を超えてゆけ、イエーイ、タトゥードゥアティガシャパイニャパイニャパイザマオヤマオヤグンドゥッニャウダチョク自己紹介して、自己紹介。アイです。はい
します。じゃあ、いけ、おー、いけ、おー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 、こいつすげーな、すげー、どれ、ラサニア、うん、え、うん、うん、うん、あ、いいね。さあ、マカダさんもは、うん、カルチャーにアパー、うん、おー、サーフィン、カシアンのコルシーは何でしたよ、コルシーは。お、アナバニャクマンアイちゃん、あれですか、マハチスはアイちゃんですか。うん、アナアナクです。アナアナクアイちゃん。タピアナジャジパチャールでもいや、なパパ。バーニャクですね。あとはいね、マルマル。アイちゃんは折り紙ですか。アメリカの。あ、オッケー。手入るぞー、アイちゃん。どうラサニア、これだね、なんだな、アイちゃん。ケイリオ、だって昨日せいかクルスだよ。ラサニア、クルスパンが。僕ちょっとこれ。こういうの。クルス。サマガジャヘアガジャー。アパ。なるほどね。えっとクルスの。ガジャクルス、ガジャクルス、ガジャクルス、ガジャクルス。いいよ、もうブランド買うんだ、頼むわ。いけいけいけ、流し込め。いけいけ、やつ、イエーイ、アイちゃん。ルローニケンシンもな、ルローニケンシンだっけ。サムライ。はい、ここがベタです。サムライ、いや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 、ヘーラームーン、サイラームーン。パーマン、ピーネ。パーマンは知ってるじゃん。ピーネ。ピーネ。ピーネ。パーマンでしょ。一方、バーサイ、めちゃくちゃにゃ、アンコー。おじいちゃん、おじいちゃん。ああ、パーマンね。パーマン、パーマン、パーマン。おじいちゃん、おじいちゃん。変だよ。あよりはつむわ。カプテンキターだったん。あ、さまさま。スルペジュルコタン。さまさまさま。ぶじくへばたにゃ。クプクプクプ。クプクプクプ。クラブはクラブ。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 Tu gak boleh, anak sekolah mana boleh ke klub. Di drama-drama ada kabedong, ada apa? Iya, itu. Pteranodon apa? Kapsidon apa? Iya, kapsidon. Mau muntah? Oh. Apa? Hai. Apa? Mual. Oh, kamu benar. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. 6問だったら、プルタマ、アー、トラッキル、エン、アーでしょ、トラッキル、エンで、で、ブサルでしょ、アイちゃん。はい、面白いでしょ、面白いんですよ、アイちゃん、本当に面白い。うん、今までね、僕とアイちゃんのことを応援してくれていた、皆さん、本当にありがとうございます。で、あと、そうですね、アイちゃんが亡くなってからもう結構、数日1週間ぐらい経っちゃって、でちょっと報告が遅くなってしまい本当に申し訳ございません。ぜひね、これからもこのチャンネルを応援していただけたら嬉しいです。この僕がね、背負えることではないんですけど、愛ちゃんの分もね、一生懸命、動画を作って仕事頑張って、でもっともっと有名になってですね、これを見ていただいている皆さんがずっと応援してた元気がこんなに有名になった、俺は最初から元気を応援してたんだってね、自慢してもらえるような人間になれたらなと思いますので、これからも応援の方よろしくお願いします。そして愛ちゃん、本当にありがとう。うん、もうそれしかありません。うん、もうそれ以外の言葉が全く出てきませんね。うん、もっとね、やりたいことあったと思うんだけど、うん、愛ちゃんの分も一生懸命頑張って、もう本当に愛ちゃんがね、自慢できるような友達になれるように、これから頑張っていくので、ずっとね、見といてください。絶対に成功してみせます。本当にありがとう。
またいつかふざけ合ってね、話したりまた動画撮ったりできる日をね楽しみにしてます。本当に、ありがとう。また会いましょう。